皆さんこんにちは、花ちゃん MC の今村和弘です。花の刑事蜘蛛の彼方にの原作コミック第10話戦人の誓いの巻を紹介していきます。加賀編の第8話です。ついに刑事とスケモンがさっさ成政と激突。戦の行方はどうなるのか。それでは始まりです。ついに刑事と成政の一騎打ち。敵陣突破を果たした村井親子も見守る中、両者激突の直前、成政を銃弾が襲います。撃たれた成政はもちろんですが、これには刑事も驚いています。一体誰が。そこには正気の馬印があったのでした。馬印というのは武将の所在を表す旗や幟のことを指し、漫画のコマにもあるように丸い鳥の毛に漢字の股の馬印は前田利家がいることを表すのです。他には秀吉の金色の瓢箪なども有名ですね。この時代の戦は自分の居場所をしっかりとアピールするのです。ということで、最高のタイミングで利家の援軍が到着し、成政軍は一気に崩されます。今回の末盛城の戦いはこの利家の援軍到着により前田軍の勝利で決着するのです。先ほどまでとても楽しそうに勇ましく槍を振るっていた刑事ですが、せっかくの戦に成政との勝負に水を差され、負け戦から勝ち戦になったことで途端に興味を失ってしまいます。敗れた成政は主君信長と同じように炎の中で最後を迎えようとします。全てを諦め切腹しようとしている成政に、刑事は信長の甲冑を着て会いに来ます。首などいらぬ、代わりに一物をもらおうと成政に襲いかかる刑事。戦場で命のやり取りをしていた先ほどまでとは打って変わり、男同士のなんともコミカルなシーン。心が折れてしまった成政に、戦人の意地を見せよと葉っぱをかけに来たのです。このやり取りで成政の折れていた心に火が灯ります。わざわざ会いに来て首も取らずに何をしに来たのだと問う成政。そこにスケモンも登場し、刑事が勝ち戦に興味がなく、また手柄首を上げることなどどうでもいい男だと説明します。成政に利家から拝借した信長の甲冑を渡し見送る刑事。成政の首があれば一国一城の主になれるにもかかわらず、そんなやり方は好きじゃないと自分のやりたいことをやる姿に、成政は刑事のことを不便だと言います。ですが大不変者のマントをつけて成政を挑発した刑事は、時代に合わなくても手柄とならなかろうと、だがそれがいいと言い放つのです。この場面は刑事の生き方そのもので、多くの読者が魅了されたのではないでしょうか。それが第10話戦人の誓いの巻です。話の続きが気になった方は単行本や漫画ホットで読むことができますので、ぜひともこれを機会に読んでみていただければ幸いです。最後まで見ていただけましたなら、グッドボタン合わせてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、歌舞伎なら歌舞伎通せ。